マニクアガン湖はカナダのケベック州中部にある面積1942平方キロメートルのダム湖であるルネル・バスール島とその最高点バベル山を取り囲む輪の形をしているこの地形は約2億1400万年前に地球に衝突した直径5キロメートルの隕石により形成されたと考えられている湖と中心の島は宇宙からもはっきりと見ることができ ケベックの目とも呼ばれる。湖溶石は35.2キロ立方メートル。カナダケベック州、コートノール地域、マニクア岩群の中心とベコモの北約300キロメートルに位置する。ただし最北部はカニアピスコ群に含まれる。ケベック州道389号線が東岸を走る。クレーターは直径100キロメートルほどの多重リング構造をしており、 内ダム湖は直径7 0トルに及ぶ。湖もリング状になっているのが特徴的で和の内側を占める大地の島がルネル・バスール島である。島の最高峰はバベル山で高さは海抜9 5 2メートル、湖水面からの飛行で5 9 0ルである。島の中央部はルイ・バベル自然保護区となっている。スペースシャトルから見た陶器のクレーターマニクアガン湖は 古い侵食されたインパクトクレーター跡の中にある。クレーターを作ったのは直径 5km の小惑星の衝突で当初は 100km ほどのクレーターを形成したが、侵食と堆積のため現在見られる部分は直径約 72km に縮小している。円から円までの直径基準で確認されている中では地球で6番目に大きなインパクトクレーターである。 バベル山は、クレーターの中央球が衝突後のアイソスタシーで、隆起したものと考えられる。このクレーターは知られている、インパクトクレーターの中でも最古級で、研究によれば、衝突年代は214プラスマイナス1馬、前である。これは三畳期終焉の12プラスマイナス2馬前であり、衝突が三畳期末の大量絶滅をもたらした、わけではない。 マニクアガンクレーターを形成した小惑星の衝突がフランスロシュシアールのロシュシアールクレーター、マニトバ州のセイントマーティンクレーター、ウクライナのオボローニクレーター、ノースダコタ州のレッドウィングクレーターを作った小惑星連続落下の一つではないかという説がある。シカゴ大学の地球物理学者、デイビッド・ローリー、ニューブランズウィック大学のジョン・スプレイ、オープン大学のシモン・ケリーが 5つのクレーターが1本の線を同じように分布していることを指摘し、1994年に詳細な観測が行われたシューメーカーレビダイ球、水星の木星への衝突時と同様に、小惑星、または水星が空中分解して次々と衝突したのではないかとしている。ダニエル・ジョンソン・ダムマニクアガンコが現在の姿になったのは1960年代で、 ダニエル・ジョンソンダムの建設に伴い、クレーター中央大地の西側にあった、ムシャラガン湖及び東側にあった、マニクワガン湖をつなげる形で、ダム湖が作られた。この工事は、州営電力事業体のイドロ・ケベックによる、マニクワガン川、ウタルド川流域の巨大水力発電プロジェクト、マニクウタルド計画の一環であった。湖は巨大な取水庭として働いており、 下流のジャンルザー重発電所、ルネレベスク発電所、ダニエル・ジョンソンダム発電所に給水している。冬のピーク時には、州内の莫大な暖房需要に応えるために、タービンが常時フル稼働するので湖水面は害して低下する。夏に、ニューイングランド方面で熱波が到来した時にも、イドロケベックが、ニューイングランドの地域共同送電網や、 その他の公共事業体に売電を行うため水面が下がる。ありがとうございます。